レバノンといえば日本人には日産のカルロス・ゴーン氏が楽器の箱に入って逃げた先として有名です。18の宗派と絡み合った政治は不正や腐敗が多く2020年に首都ベイルートで起こった爆発事故も原因解明より責任のなすりつけ合いに時間が取られました。 2019年から続く経済危機で国がデフォルトして通貨が10分の1に暴落国民の70%以上が貧困状態ですさらに新型コロナウイルスのパンデミックでもダメージを受けました小麦のほとんどをウクライナから輸入していたので今はそれがなくなって主食のパンなどが もっと高くなっています。5月24日の朝に発電所の石油がゼロになって電気も使えなくなりました。水を汲み上げるポンプも停電で動かなくなりました。病院で働く人たちの多くが外国に逃げて医療崩壊が起きています。そして6月20日。 レバノンで初めてのサル痘患者が報告されました。事態はこれからもっと悪くなりそうです。